が松岩寺さんから依頼されて屏風を描くっていう大それたことをまずそこに向かうっていうのでものすごく大変だと思う。白いでしょ。白いですね。浮かびますか。はい。子供の頃とか絵好きだった人間子供が大人になってなんて仕事してんだっていうね、この大きい屏風一人の人間僕っていう人間が描いていいって言われてんだよっていう、ありがたいなこれって思った時に、あ、今だ描けるって思ってます。難しかったのはやっぱりこの親鸞さんだっていうことですね。あまりに巨大な人であるっていう、人間離れした存在にどん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 自分が勝手にしちゃうっていう、そういうなんか過程っていうのが何度も何度もやってくるんで、それが難しかったですね。
一番左の親鸞さんの顔と、で座像はずっと下書きのまま止まってたんですよね。そしたら夜中になんか一人でこうものすごくこう楽しくなったっていうか嬉しくなっちゃって、こうなんか絵描きとしてものすごい幸せな状況にいるなと、何でもってこう自分というものをこう立たせるかっていうと、やっぱりバガボンドをやってきたこととか、それが一つ一つの支えにはなりますよね。やっぱりできれば近寄って一人一人の顔を見ていただけると嬉しいですね。